遊んで遊んで遊び疲れて我が家に帰って母さんにぐた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 小言を言われて夕飯食べずに寝ようとしたらお風呂に入れとまた叱られた。そんな毎日ただ過ごすだけで何も考えず幸せだった。欲しいものはたくさんあったけど何にもなくても幸せだった。忘れてしまう。